ベトナム・ホーチミンに住むレ・フォン・ザオさんは砂で絵を描くサンドアーティスト。照明を当てたガラスに砂だけでさまざまな形を描く。そんなザオさんが友人のために作った作品、愛しい父。貧しい家庭で育った父。